一緒だよ始まるよ。みんな大好きプロジェクト未来が超面白くなって帰ってきたよ。まんまる面白かわいいリズムゲーム、初音ミクプロジェクト未来2、11月28日発売だよ。セガ。みんな元気？ミクだよと一緒だよの実感だよ。ところでミクだよはおしゃれとか気にする方？だよね、お姉さんもおしゃれ大好き。最近はコスプレにもハマってるんだ。ミクだよはどんな服持ってるの？もしかしてそれ一着だけ？ずっとそれだけ？そっか、まあお気に入りならいいんじゃないかな。収録されて総数は100着以上。もちろんスペシャルコスチュームもあるから自分の好きなお洋服を見つけちゃおう。さらに新システム服だけチェンジでネンドロイドみたいにボディ部分を着せ替えたり、他のキャラクターの服を借りてきたり、カスタマイズも無限大。着せ替えしたキャラは友達と交換できるプロフィールカードにも反映されちゃいます。すごいでしょ。これなら同じキャラクターで何度でも楽しめちゃうよね。あれ、もしかしてオープニング引きずってるの？お仕事ミクだよ。コスプレして遊んじゃおう。じゃじゃん。今回は私のコスプレグッズ秘蔵コレクションを持ってきちゃいました。ミクだよもコスプレしてイメチェンしよう。これで新しい自分見つかるかもしれないよ。それではコスプレで新しく生まれ変わったミクだよに登場してもらいましょう。どうぞ。あ、すごい、ちゃんと着れたんだ。意外。でもそのコスチューム伸びちゃって台無しだけど、まあ、ミクだよ元気になったしいっか。
事ミクだよ。台無しになっちゃったけど、ミクだよが元気そうでよかったよかった。じゃあ次回も絶対見てね。